フリードリヒデッケルはドイツミュヘンで1903年に設立された機械メーカー、レンズシャッターを製造していた。1993年以降の複数回の経営統合、合併を経て、企業としては DMG も理性器に継承されている。コンパウンドをベースとしつつも動力がスプリングになった。コンパシリーズは、ローライ、イコンタ、 ハッセルブラッドなど多くの高級レンズシャッターカメラに採用されて高級レンズシャッターの代名詞となり他社のシャッターを採用したカメラであってもコンパータイプのシャッターを採用などといったコピーが付けられるほどだった。日本では成功者や江南カメラ研究所がコンパーの設計をベースにしたコンパー使用時の注意事項編集古い製品では T を Z、B を D IOM と表記しているものがある。セルフコッキングでないコンパーでは、シャッターダイヤルが B、または T の状態で、シャッターセットレバーを動かしてはならない。セットしないままシャッターのレリーズ操作をすれば動作する。シンコンパー S、コンパーラピット、シンクロコンパーなどには、セルフタイマーが装備されているものがある。シャッター本体ケース上面セットレバー終点近くに、 直径 5mm ほどの大小4枚の円盤を重ねた形状のノブがセルフタイマーノブである。シャッターセット後にセルフタイマーノブを後ろに押しながら、さらにセットレバーを押すとセルフタイマーがチャージされる。1、400秒や1、500秒ではセルフタイマーが効かない。カメラメーカーの枠を超えて交換レンズマウントを共通としたいわゆるデッケルマウントを開発し、 カメラメーカーに提供したマウントと通称されているが実際はカメラに必要なシャッターレンズ周りの機構を後半に集積したユニットであった脱着はバイオネット式でシンクロコンパー 00MXV ワイドシャッターを内蔵しているシャッター開口径は 21.8mm フランジバックは 47.5mm である一眼レフカメラ向けには 自動絞り機構を搭載していた。また、レンジファインダーカメラ向けには、距離情報伝達のために、レンズ側には、距離情報カムが搭載されており、シャッターユニットには読み取りピンが通されていた。レンジファインダーカメラと一眼レフカメラを同時期に、リリースしていたメーカーにおいては、交換レンズに、両方の機構を搭載し、レンジファインダーカメラと一眼レフカメラの交換レンズを、完全な形で共用できた。 シャッター側には、絞りが内蔵されておらず制御リングのみがあるが、ライトバリュー式制御を採用しており、シャッター速度制御と絞り制御は互いに連動している。絞りと直進ヘリコイドを内蔵したレンズ側マウントも、同時に供給されたが、機械的工学的制約から、レンズメーカーに対するカスタマイズの自由度は小さかった。特に繰り出し量の制約は、超焦点レンズにおいて、 深刻なレベルの最短撮影距離の長大化を招いた。実例として 135mm レンズの最短撮影距離は 4m もあり、製品として供給された最長焦点距離である 350mm レンズでは実に 28m にもなった。これを採用したメーカー製品はなど多岐にわたった。しかし、採用各社が自社識別のための爪をつけさせたために、 互換性がなくなり、メーカーの枠を超えた共通マウントというユーザーの利便性は失われた。北斗レンダーやシュナイダークロイツナッハ、ローデンストックなどの名門ブランドがレンズを供給した。このため、識別爪を削り取って純正でない組み合わせでの使用を試みる者がいる。ありがとうございます。